さあそれではティアーズオブザキングダムの続きやっていきます。というわけで今回はデスマウンテンの深穴に、深穴というか河口に飛び込んでいきたいと思います。よし、あ、ちょ待って、まあでもプローの状態でもいいかな。うん、あれ場所間違えた、逆だ、こっちだ。よし、じゃあ行きましょう。遠う、あれ思った以上に遠い。お、行くぞー。発見、デスマウンテンの深穴。やっぱり深穴じゃないか。ちょ待って、急にレゴシティ。うん、なんじゃこりゃ。とりあえず根のある方に行くけど、ドゥエーン、根がいっぱいある。おっと、うん、これはイベントが起きるかと思いきや、意外とまずは明かりをつけないといけないかも。お、遠目にもあるね。じゃあやっぱりミニマップは出そうかな。よし、お、さあここのスタンプは一旦消して、あ、やっぱり熱いんだ。芋つしの根、わ、ちっちゃ、ちっちゃいのか大きいのかわからないこのスケール。浜の根の輝きで周囲が照らされた。よし、じゃあどんどん明かりをつけましょう。ぼんぼりじゃないけど、うん、これの上にもあるはず。ん？うん、あ、まあこれはこうかな。うん、この周囲の根は変えちゃおっか。意外となんかすぐイベントが始まったりして。これはなんかちょっとゴロン族っぽい石像、若干なんか腕の大きさとかフォルムが違う？ん？どうなんだろう。いわゆる古代ゴロン族、ゴロンティアがここにあったとかなのかな。実際どこにあるかよくわかんないしね。これが美味しいわの交渉。そういえばユンボーはどこに行ったんだ。うん、あ、うん、ポーか、びっくりした。あっちにもあるね。うん、ここを、こうかな。あ、マップピンのままになっちゃうのか、そっか。お、いっぱいある。よし、あれはさっきチェックしたよね。これはまだチェックしてない。すごい、あ、と思ったらしてあったね。うん、まあいいでしょう。さあどこから行こうかな。やっぱ一番近そうなところから行くべきだけど、中里でもあれを届かないだろうな。むしろ一旦上に戻ってもう一回飛び込んだ方が効率よく回れるような予感もする。よっ、おお、
お尻から失礼。ふう、いやー届かねえべーこれ。広っ。もうここまで来るとさ、厚さレベルがもう1じゃ済まなくない？厚さっていうか灼熱レベルが。よくこの大火の服1個だけで済んでるなと思ってるけど、届かないなこれ。ぼっくりジャンプ、ぼっくりジャンプっていうか、ここに薪を出した瞬間になんかすぐ燃えちゃいそうな気がするけど、それはそれで楽っちゃ楽か。手に持ってるだけだったら燃えないんだ。へえ、これはこれですごい。おお、便利。それでも遠いな。暗くって平たいところがあるのかわからない。あ、ちゃんとつけた、よかった。ではもう一回。ん？ん？もっと、もっと上？ちょっと待って。おお。いや、上なのか？どうなの？あまりにも高い、この岩石というか、なんだろうこれ。溶岩の塊？おお。先に、明かり花、やった方がいいかな。お、よかった、見えてきた。すごい。深穴が深すぎる。あー、ちょっと待って。えい、何やる君たちをさ、あの浜の根のところにおびき寄せたらどうなる。これこれ、カモーン、カシモモの根、これこれこれ。あれ、なんだ、近づかんとこうみたいな感じで帰っちゃう。賢いな。お、二つつけたらすごい分かりやすくなった。うん。よし。確かにそうだよね。普段なんかあの地底ってこういう色合いしてるけど、もうもっと深くなるとこんな、もうちょっと暗い色になるんだ。へえ。よし。じゃあ次はどうしようかな。一回りしていくか。これは結構時間かかりそうだから、馬とかいないかな。とりあえず、ゴーゴー。たくさんポーがある。ポーといえばん？うわ。ちょ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 いちょい。一旦後ろに下がって襲ってくるのがなかなか賢いんだよね。そっか。あ、でもどうだろう、今マシンをね、あの作ったり取り出そうかなと思ったけど、そのずっと平たいところが続くかどうかって言われたらちょっとわからないから、もうちょっと考えようかな。お、あれは何だろう。何これ、旅人の両手剣。今まで持ったことがない？いや、あるはず。取ったことがないだけか。うん。武器としては結構平凡な能力と言ってもいいと思うけど。あれ、手に取ったことがなかった。絶対あると思うんだけどな。朽ちてないやつは初めてか。各地を旅する冒険者が愛用した両手持ちの剣。魔物との戦いではその重さを生かし、敵の構えた盾を吹き飛ばすことができる。うん。なんか特別な能力があるわけではないけれど、基本威力が高まってるから使いやすいかな。
せっかくだからこの朽ちてない方を持っていくか。槍も結構惜しいんだけどね。うん、槍はもう一本あるからいっか。というか、ふしくれ太棒もなかなか。まあいっか。うん、こうしてみるとなんか武骨だけどなかなかかっこいい。いいね。何かくっつけようかな。素材、両手剣に素材つけるとなんか急に短くなったりするからちょっと何とも言えないんだけど。黒ボスボコブリンの角。うん。わあ。めちゃめちゃ短くなった。両手剣のあの剣の部分はどこに行ったんだってぐらい。もう絵の部分しかないじゃん。すっかり斧になっちまいましたね。はい。旅人の剣がどこかに行った。おー、なんか普段の地底と違ってすごくなんていうか印象が違う。同じ岩でできてるのかな。やっぱもうちょっとなんていうか細かい砂とかそういうイメージに近くなったね。でっかい岩がドーンとあるというかは。うん。でついついポーを拾っちゃうけど、ポーを取ってると時間なくなりそうだからちょっと我慢していくか。ん？待って待って、あれはいっぱいいますね。3体4体。うん、正気にまみれてるとそのあ上の方にゾナニウム鉱床が。うん、白銀ホラブリンもいる。お、やば、見つかった。うわー、いっぱい来たー。とりあえず煙だけをここに、ほい。バレバレじゃん。ここをこうじゃ。あ、当たらんか。ん、ちょっと味方の投げたやつに当たってるぞ。よし、やったりましょう。だ、多勢に無勢。ここは弓で。うわー、リーチ長い。燃えている。避けられたー。ふん、よーし、1対1だったら。すごい、遅くやっても大丈夫だ。作ったばかりの黒ボスボコの両手斧、こいつを食らえ。いいぞ。後ろに下がるっていう動作がないから結構いけるかも。よーし、オッケー。大変だった。うん、さあこれは王家の槍、耐久アップ大。うん、錆びた槍がついている。敵が使うにはさ、この長い槍すごく強いですよね。リーチがあって、自分が使うとその先端につけた槍の方が先に壊れちゃうからあんまり長く使えないんだけど。うん、
朽ちてない槍を先端につければ長い間使えるのかもね。うん、ポーはここは我慢。まだいる？いや違う、架空だ。一応交渉もあったよな。しかしここで爆弾花を取り出すわけにはいかないよね。こういう時は？ちょっともったいない気もしなくもないけど。硬い。この場合、角？牙。爪でいけないかな？あ、全然ダメだ。燃えただけだ。というわけで、黒ホラブリンの角、なかなか贅沢。いけるわ。大きなゾナニウムが出やすいとかあるかも。普通のホラブリンの角はどこあった？よし、大きなゾナニウムは出てこなかった。よし、滑空打は目をつければ、よく使う順。なんか変な違うのもついてましたね。ささっ、おっと危ない。ふう、お、さすがチューリー、ナイスー。なんだお前、怖い。待って待って、これは鎧をつけている。トゲ鉄球ハンマー、キラキラしてる。でーい、よし。なんか持ってる盾がちょっと気になるから、どうしようかな。あー、取ったことがあるやつかな。ゾナニウムのなんだ、拳銃か。こうやって見るとなんか全然印象違って見えるな。うん、すごい形相でこっち来る。よし、盾も用意しよう。やるとしたら、あ、そっか、片手剣の方がいいかな。よし、違う、今は拾えないから。でもゾナニウムの拳銃欲しいな。耐久力が高い方がやっぱり嬉しいかな。当然、捨てるとしたらどっちかなって言われたらこっちが先かなって気がするんだけど。でもな、見た目結構気に入ってるからこっちから出そうかな。うん、よし、これはロングスロー。まあ何もないよりかは。効かなそう。避けられた。今撃っちゃえばよかったな。あ、よし、まずは身を潜めて。あれ、なんかたまにさ、すぐ見つかる時あるよね。どういう理屈かわからないけど。
よし、あ、まだ、おお、やっつけたけど。オッケー、せっかくだからもらっていこうかな。鉄球ハンマー壊れちゃったけど、燃えちゃうんだよね、木製だと。すぐしまえばいいっちゃいいんだけど。あ、そっか、ここん？岩ハンマー、そっか、あの太い棒とかじゃなくて燃えない金属製のものを使ってるのか。じゃあよし、あれ、ちょっと待って、いいね、ありがとうボコブリン、君の代わりに僕が採掘をしておくよ。ちょっと暗いから採掘の服を着ようかな。間違えた、これだ。よし、ちょっとしか明るくならないけど、まあいいでしょう。なんか溶岩があるからさ、そんなになんかこう暗いっていうイメージじゃないんだよね。ちゃんと明かり花つけた方がいいかなとは思うんだけど。よし、オーケーかな。オーケーの剣、置いてっちゃおうかな。よし、お、旅人の槍、旅人の槍を王家の槍にくっつけてみようかな。やってみるか。これ微妙に登りづらい、これ。ありがとうございます。これにこうじゃ、長い、早速餌食にしてくれるわ。いいぞ、おっと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 、結構いっぱいいる。体力20ぐらいか、なるほど。この辺りはちょっと暗すぎるな。一旦明かり花を置くか。あ、そっか、森人の槍って燃えちゃうのか。間に合うかな。怪しいな。あ、そっか、焚き火になっちゃうのか。他に小付けるやつはなんだ、なんだっていいんだけど、小付けるなら。デグガーマの木も焼けない。よし、出てしまう。ふう、あれ、トゲ骨だ。トゲ骨が採掘にも向いてたらな、嬉しいんだけど。威力がある岩って感じで。あれ、ちょっと待って、だいぶ外側ですね。っていうか、もっと上？大変だな。暗い。明かり花の
ったね。おお、ようやく見えた。ふう、他に何か怪しげなものはないかな。俺が一番怪しげだ。というのは置いといて、もっと高いとこに行かないと。よし、ここからなら行けそうで行けなさそうくらいだな。何？この地域ではさらなる熱気が襲う。今までの防具食事だけではダメージを受けてしまう。なんてこった、この採掘の服を着替えなきゃいけない時が来るとは。いや、頭にかぶればいいじゃん。どんだけこれを脱ぎたくないのよって話だけど、やっぱ地底に来るとね、なんかこう採掘したくなっちゃうというか。沖田地橋の根、うん、なんか気になる地形がありますね。ここからこうやって入って中に何かありそうみたいな、なんか円のようにちょっとだけなんかこう舞台がありそうみたいな感じ。ここも気になる。うん、これ以上北の方に行ってもしょうがないっちゃしょうがないな。お、なんか人工物がある。おっと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 。そしてこれはゾナウマシーン。あれ、熱気球なんか置いといたらもうどんどん上がるんじゃないのこれ。うん、操縦桿がある。これ操縦桿と、どこに操縦桿つける、これ。あー、入れない、残念。まあしょうがないか。というわけで車の方がいいかな。でも結構高低差あるし、今回は飛んでいこっかな。よし、あとは、お、バッテリーがあるじゃん、嬉しいな。これはバランスがちょっと気になるんだよね。まあでもやってみるか。うん、あとはロケットで飛び出せばいいか。タイヤつけておけば、いわゆる滑走路的なものはいらないかなって気もするけど、うん、一応でも重くなっちゃうかな。台車、これをこうかな。うん、よし。ピトッ。これ1個の方がいいかな。もう1個つけてもいいんじゃないと思ったけど、ロケットの後ろにロケットつけたらどうなるんだっけ。やったことないかも。2段式になるのかな、もしかして。1個目がこれが終わったら次が点火するみたいな、やった覚えがないかも。試してみるか。待って待って。次に向かう方角、
よし。なんか気になりますね、ここ。あの人工物は先に登っておくべきか。これもちょっと持っていきながら。よし、じゃあ登っちゃいましょう。だあ、これはん？灼熱の闘技場。ほう、ここで一体何が行われてるんだ？闘技場と聞いたら血が騒ぐぜ。おー、何かイベントありそうだな。行ってみるべき。なんか囲まれちゃいそうな予感もする。ガシャーンってしまって、周りからなんか見学できるようにちょっと透かしの壁になってる。うん、なるほど。あれが入ってきたところ。じゃあちょっと待って、やるか、やるかっていうか近づいてみるか。あ、やっぱり、いや違う、見学の人じゃない、出てくるとこだ、怖っ。届かない、意外と距離がある。燃えろ燃えろ、どこでもいいや、当てるんだったら。よし、なんだこれ、正気にまみれた宝箱、これをかけてってことか。よし、意外とヒアが効く。おお、避け方なかなか生意気な。見えないよ、岩で、岩で見えない。よし、続々来るね。当たらないすごい避ける。もう本当になんか狙った時に瞬間的に撃たないと。よし、さあ、じゃあ武器で戦おうかな。今回は両手斧じゃ。よし、おおおお、それをよこせ。あー取れないぬおよし、なんだかわかんないけどやっちゃえ。白銀来た、しかし1体だけ、意外。今のうちに、消えないうちにもらっておこう。よし、あ、違う違う違う拾ったやつを、でっか、これよく見たら。今の武器はまあちょっと、まあいいや。これ食らったらやばいな。硬い、まだ生きてる、まだ生きてるっていうか、まだ半分ぐらいしかない。お、
やる。アキレス腱切られたらちょっとさすがに痛いだろうな。やばい、なんか攻撃の仕方がちょっと怪しい。あら、よし、オッケー。そして戦争はリーチ。いいぞ。いやー、いっぱい来た。マジか、マジかってなんだ、マジか。ほい、お前もじゃ。当たらんかった。しかし戦い合わせるようにすれば、うー、巻き込まれないように気をつけよう。よし、これは置いて、トゲ鉄球ハンマー、どっちやねん。先に攻撃した側がなんか危な、リーチあるね、怖い。逃げろ、近い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 。よーし、今思ったらなんかお薬使おうかな、せっかくだから。まず服を火炎の服に変えて、で料理、最初からそう、戦うための料理使えばよかったな。うえー、おお、危な、いいぞ。これちょっと、おお、危ない。あ、炎出た、よかった。さっき出ないからおかしいなと思った。よし、コーナーに追い詰めた。何？あ、びっくりした。変なジャンプしたかと思った。全然この高音攻撃当たらないんだけど。勝ちました。メラメラ効果レベル1のさ、範囲の狭さ、吹っ飛ばしちゃうから全然当たらない。槍で使ってもこれはしょうがないな。やるなら片手剣がいいかもね。うん、トゲ鉄球ハンマー、石打ちがついている王家の両手剣の方がいいかな。うん、騎士の剣付き、騎士の剣、両手剣ね。これがリーチが長かったな。じゃあこれもらっていこうかな。うん、騎士の両手剣多いな。というわけで、ててててててて、てダンタララーン、ザントの兜、黄昏の世界、ちょっと今言い方がおかしかった。黄昏の世界に君臨し、冷酷非情と恐れられた戦王、その戦王が身につけていたとされている、簡単には手に入らない貴重なものだ。凍結無効、これ一つで凍結無効は結構すごいな。うん、この灼熱の地に凍結無効、さすがザントと言うべきなのか。うん、凍結無効、炎ガード、高温時炎攻撃に攻撃力アップ、もう何がしたいんだか分かんない格好だし。うん、あ、ここはレベル1のガードでいいんだ。よし、じゃあこれでいこっかな。そして攻撃力アップが結構無駄になってるから、どこかに戦う相手はいないかな。
すっかり飛行機のこと忘れてた。作ったばっかりだから持っていこう。持っていこうっていうか乗っていこう。ん？あれは違うところか。うわー狭い。通れる形にする。懐かしいな。穴を通すやつ難しかったよね。知恵の輪みたいな、知恵の形。よし、ここから行きましょうか。おー、角度は大丈夫か。ちょっと引っかかりそうだな。よし、さあうまくいくかな。おー違うのちょっと待ってロケットだけが飛んでったぞ。二段式ロケットにはならないのか。ちょっと残念だけどしょうがない。さあ向かう先はここだけど、うん、やーい。お、上の方にデグポーあるじゃん。ていうかそっちにあった光の音、ちょっと待って。あーこれドアー、危ない、暗くて見えなかった。うひゃー、これはやばい。ふう、耐えられない、熱い。よし、この上にも祠があるはず。よし、燃えます。結構な速度で受けるね。ふう、デグポーはちょっと取るの難しいかな。あ、そっか、翼は稼働時間に限界があるのか。なるほど、それはともかく鶏肉美味しい。じゃあ先に浜の根の方に行こうかな。うん、こうやっ、ああそっか、もしかして台車がついてるから、あの地上についてないからダメとか、そういうパターンどうでしょう。ほらほらほら、なんか怪しくない。それって上にあるだけでダメなのか、ちょっとわからないな。よし、なんかでっかいのが右側にいる。普通にこれで動かしてみたらどうなる。あ、ダメだ、もう翼、これはもう使い物にならないというか、途中で空中分解してしまう。灼熱の空気でちょっとなんていうかモヤモヤーとしてて、ちょっとよくわかんないけど、向こうにレールが張り巡らされているっぽい。うん、こっちだ、間違えた。とりあえずでもここはやっとこうかな。じゃあこれは置いていくとして、
なんか怪しいな。あ、間違えた。上もすごいことになってるね。なんか煙上げてんだけど、あ、放水線だね。なんか放水線、ここたくさん起動したら何かありそうな予感もするけど。うん。ジュワーとか言って。ふう、聞く。あ、これを使ってなんか道を作れとかそういうこと？あ、持ち上げると、持ち上げると邪魔で持てない。よし。あ、でもこれリンクが離れちゃうとこれ止まっちゃうんだよね。じゃあ意味ないか。ちょっと楽しいかなと思ったけど。わ、深い、びっくりした。あー、これはちょっと驚いた。宝箱ってさ、金属製の宝箱とかはないのかな。全部石造りだったり、少なくともここには木製のものはあるはずないしな。さてさて、気になる場所ですね。なんかあからさまに、あからさまにあからさまなのだ。うん。ここは後回しにして、まずは根だな。なんか水浴び場だったりする、ここ。名前は書かれてないけど、ここで沐浴するみたいな。ちょっとなんていうか、舞台の観覧所みたいなイメージもあるけど、形状としてはやっぱり水を流すところかな。いわゆる大浴場なのかもしれない。うん。正気にまみれたボスボコはあんまり見たことがないな。うん、近寄らんとこ。よし、じゃあスピードアップしようかな。たくさん作っといてよかった。よくよく考えたら、ザントの兜ってここじゃ全然意味ないから、かぶってる意味ないな、これ。当たり前だけど、でも結構なんかこのサイジの服と、なんかこうしっくりくるっていうか、なんか神話性がありますよね。うん、それっぽい。でもしょうがないから、ずんぐりむっくりになろうかな。急に普通になった。うん、お、ホラブリン、トレール、やべ、なんか気づかれた。うおー、弓。ふう。武器は、お手軽に使えるのはこれか。もうゾナニウムだけもらって帰っちゃう。よし。
あ、バレた。逃げろ。ふぅ。あれ？ん？なんか、ここにチェックしてあるけど、全然。ん？見えませんけど。え、上？どこだっけ？いや、でも。青ピンなんだからかなり最初にやったはず。意外と遠い。わあ、ちょ、待って暗い、怖い。おお、うん？ここ？え、これを見間違えたの？さすがに？この中にはいけなくない？なんでこれを俺は浜の根だと思ったの？そこにあるやつと間違えたのかな？いや、あれは赤ピンを打ったはず。あ、これがあまりにも明るすぎてってことかな。実はここに浜の根が、いや、あったとしたら、そもそもあっちみたいにこう上の方から根、根かな、これは根が来てるはずだもんね。うん、上か、もっと上か、これもしかして。うっそ、高くない？わーっとと上ばっかり見上げてたら余計に危ないな。うん、とりあえずめちゃめちゃでかい棒、名前忘れちゃった、欲しい。あれ、どこ行った？なんか目指してこっちの方に来たはずなのに見当たらないんだけど。あった、なんと2個もある、すごい。グランポやったね。なんだ、急に明るい。オルディン廃校。うん、ホイホイと近寄ってみる。お、認証者を確認。ようこそいらっしゃいました、主様。ここはかつてゾナニウムが多く掘れ、精錬が盛んだった場所です。私は採掘道具の設計図の管理をしています。おや、まだお持ちでない設計図の石板を確認。新しい設計図の石板をお渡しいたします。うん、ブループリントを使うことでという。ブループリントを持ってない状態でここに来たら、まだブループリントをお持ちでない様子って言ってブループリントの能力もらえるのかな、どうなんでしょう。さあ、戦闘ギア火炎の設計図。火炎はわかるけど、なんか違うものがくっついてるようだが。ブループリントを試すのに必要なパーツもご用意しましょう。これはこれは、かたじけない。ところで主様、何でしょう。ブループリントでパーツが足らないときに何が起こるかご存知でしょうか。お、教えて。ブループリントでパーツが足らないと工作品は作れません。しかしゾナニウムを持っていれば、足らないパーツの形や性質をゾナニウムで模して補うことができるのです。なんだって。ピクミン4でもなんかそういう資材っていうものでなんか形を変えられるっていうのがあったけど、最近の任天堂はもう粘土でコネコネするのが今流行ってるのかな。しかし、あくまでブループリントの力による仮染めのパーツ、解体すれば消え他の用途でも使えません。
そんな制約もありますが、なかなか便利なものです。ぜひお役立てください。ふむ、苦しゅうない。というわけで、戦闘ギア火炎。お、一番下にあるやつは何です、これ。ああ、一旦バラさないと。ちょほい。追跡台車、これだけで追跡してくれるのかい。このなんだっけ、名前忘れた、サーチするやつ。あれ、ゴーレムの頭、そんな名前だったっけ。持ってないな。でもきっとこれが目になるんでしょうね。じゃあ、よし、できました。あ、それは大丈夫。さようなら。はーい。そこになんかおあつらえ向きにボコブリンがいるんですけど、あれ、こういうことかな。あ、ここ坂道、スロープになっている。途中にあるさ、トゲ骨が気になるんですけど、大丈夫かな。行ってこーい。すごい、ロボコンみたい。おー、すごい火力高っ。しかも燃えてる間に容赦なく追撃。もういないのかな。うん、なるほど、大丈夫そうかな。お、ゾナウエネルギーの大結晶。よし、よく働いてくれた。うん、ボコブリンのように熱がるタイプの敵にはすごく効果てきめんって感じがするね。よっ、ん、なんか真ん中から行きたくなる。ふう、お、まんデグポー、まさかゴーレムさんに魂が。うん、あの青いところ、青いピンに行きたいんだよな。暗い、本当に上の方だったかな。それこそ本当にあの深穴に入ったところからやった方がいいのではっていうぐらいだけど。働いてくださいっていうのもちょっとかわいそうだな。ようこそいらっしゃいました、主様。私は精錬ゴーレム。はーい、続きをどうぞ。少々お待ちください。わあ、一気に。そんな、すいません、わざわざ。しかもいっぱいある。OK です。はーい、じゃあこれかな。はーい、よし、300個集めればいいんだから、もうあと少しだね。よし、あとは大丈夫そうかな。とりあえず高いところに行けるだけ行ってみたいけど、
登れないかな。お、こんなところにメッケメッケとか言って儲けもんじゃ。うん、ハイラルポックリジャンプで上の方に行ってみようか。あ、そうだったこれ毎回毎回このなんていうのかな、この画面で種類順っていうのとこの画面で種類順とかよく使う順はバラバラにしてほしいっていう気もするけど、そういう設定があればな。ついいつも種類順でそこ並ばせてる気になっちゃうけど、ふう、わ、ラッキー、来てみるもんだ。しかしこれ以上は上に行けないな。うん、やはり見間違いだったのかな。一旦緑のピンのところに行って、うん、あれ？ん？緑のピンのやつはどこだ？すっごい遠いなこれ。